皆さんこんにちは。今回は、実際にテレビで起きた奇妙な出来事について取り上げます。ある番組で、出演者がとある人物の名前を間違えて話してしまうシーンがあります。その時に間違えた名前というのが、後にとんでもない事件を引き起こした犯人だったのです。しかし、当時は誰も知らない名前でした。一体なぜ、この人物の名を口にしてしまったのでしょうか。有名な都市伝説の一つで、中森明菜の宮崎勤事件、というものがあります。詳しく説明します。事件は、1989年に放送された、ネルソン・ベニクジラ団、で起きました。この番組はフジテレビ系列のバラエティ番組で、司会はトンネルズが務めておりました。この回は、ゲストに女優の中森明菜が招待され、トンネルズがこのような質問をしました。理想のタイプは、中森氏は、こう答えます。宮崎勤、番組は、一瞬静かになり、気まずい雰囲気になってしまいます。なぜなら、宮崎勤、という人物、観客も、司会のトンネルズも全くわからなかったのです。当時、この名前で有名な人はいませんでした。みんなが不思議がっていると、トンネルズが、山崎勤じゃない?と話すと中森氏は、そうだった、と自身が名前を誤っていたことを認めました。この時は単なる勘違いだったのだろう、と誰もが思いましたが、番組が放送されてから約1ヶ月後、衝撃の事件が発覚します。あの、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件を起こした宮崎勤が逮捕され全国で報道されました。かつては誰も知らなかった名前が、全国的に有名になってしまったのです。中森氏が、宮崎勤、と間違えたのは単なる間違いだったとは思えません。彼女は、間違えた後にこう話していたそうです。なぜか頭の中で宮崎って、彼女は、あの瞬間、何かのメッセージを受け取ったのでしょうか。ちなみに、放送時、すでに宮崎勤は数人を殺害しています。また、この回だけ奇妙な放送事故で、映像がかなり乱れるシーンがあったり画面が真っ暗になってしまうなどの現象に見舞われました。これらの出来事、ただの偶然だったのでしょうか。それとも、何らかの超常的な力が働いていたとでも言うのでしょうか。なかなか怖い話ですよね。ちなみに、放送後すぐに中森氏は自殺未遂をしているそうです。いろいろと不可解なことが続いていたのですね。さて、実際に映像を確認することから始めましょう。この回は今も映像が残っているので、内容を詳しく見てみます。好きになった人と別でしょ、結構理想のタイプ。置いといて。宮崎さん。宮崎さんの間違いだよ。ごめん。なんだってみんなに言ってもらったことあるの。誰じゃん、俺もか。なんでだろう、私今なんか知らないけど宮崎。昨日名前が頭に浮かんでたじゃん。理想のタイプを聞かれ、芸能人で言うと、という質問に対して確かに、宮崎勤さん、と話しています。当然、周りは首をかしげるわけですが、中森氏は、わかんない?と不思議がっていますね。山崎勤の間違いじゃないの?と言われると、笑って、あ、ごめん、と訂正していますね。映像を見るとよりわかりやすいですが、やはり山崎勤を想像して、宮崎勤、と言ってしまったのでしょうね。ただ、その後に、なんでだろう、あたし、なんか知らないけど宮崎って、とも話しておりまして、ここがちょっと怖いですよね。しかし、全体の雰囲気を見るに、やはり単に間違えただけだったのでは、と思います。山崎勤、と宮崎勤、を比較すると、二文字しか違いませんし、宮崎、と思い込んでいたために、先ほどのような発言が出てしまったのかもしれません。
それにしても怖い偶然ですけどね。宮崎勤発言だけではなく、他にも奇妙なことが起きています。謎の放送事故と、中森氏の自殺未遂の件ですね。次にこの二つが、本当に不可解なものだったのか、調べてみます。まず、放送事故の件についてですが、放送事故をまとめているサイトにて詳しい解説がありましたので、引用します。放送日は6月17日で、この日に画面が真っ暗になったり、しばらくお待ちください、というメッセージが表示されるなど、全体的に映像が不調だったようです。そして、最後はカラーバーが表示されて番組は終了してしまったそうです。ここで私は勘違いしていたのですが、宮崎勤、発言は放送事故が起きた回では放送されなかったようです。この発言があったのは、翌週の再放送のエンディングだったそうで、放送事故があった回ではエンディングに入る前に番組が終了しています。また、この奇妙な放送事故も、原因不明だったというわけではなく、番組を送り出す自動送出装置の故障だったとのことです。ですので、不可解な現象というわけではなく、単なる機械の故障です。さらに、宮崎勤発言まで放送された回では、問題なく放送できてます。次に、中森氏の自殺未遂に関してですが、これは当時交際していた男性とのトラブルが原因だと思われます。本人から直接説明されていないので、これに関してはあまり言及しませんが、宮崎勤の件とは全く関係のないことだと思います。こうしてみると、奇妙な出来事だと言えるのは、宮崎勤、発言のみでたの現象についてはあまり関係のないことだというのがわかります。しかしながら、なぜかあのような発言をしてしまったのは事実で、放送後間もなく宮崎勤が逮捕されたのは、気味が悪いですよね。個人的には、単なる勘違いだったと思いたいのですが、果たして本当にそうだったのでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回の件、数年前にブログでも記事にしておりましたが、リクエストを多数いただいておりましたので、動画化しました。今回のケースは、果たして偶然だったのか、何か霊的な力が働いてしまったのではないか、と思うほど怖い出来事でしたね。他にも、このような怖い偶然、があった話があれば、ぜひコメント欄で教えてください。